はい、皆さんこんにちは。今日はですね、連結バスのお話をしたいと思って動画を撮りました。バスとバス、まあ2台つながってるっていうか、まあバスのちょっと後ろのおまけでもないな、客室、座席がついているつながった形をした面白いバスです。この後解説していきます。はい、今ちょっと画像を見てもらいましたけど、途中でこう折れるんですよね、バスがね。漢字としてはね、トレーラーって感じもしなくもないんですけど、あれ通常外せないんですね。特殊な場合しか外さないので、ちょっとその外れないのがちょっと理由になってくるんですけど、あの車、あのバス、今画像を見てもらいましたけど、牽引免許必要だと皆さん思いますよね。ところがね、牽引免許必要ないんですよ。と思ったでしょ。あのバスは連結した状態で、基本的に切り離さないということで、牽引ではないんですね。あともう一つ理由がありまして、バスって基本エンジン後ろについてるんですね。一番後ろ、皆さん路線バスなんか乗ると分かると思いますけど、一番後ろのシート高くなってますよね。あれ後ろにエンジンが積んであるんですよ。なので後ろにね、シートが高くなってああいう形になっているんですけど、あの連結バスのエンジン後ろなんですよね。なので引っ張るのではなく押すので牽引じゃないらしいんですよね。不思議ですよね。自分も聞いてと思ったんですけど、牽引免許必要ないらしいんですよ。ただ牽引免許は必要ないんですけど、動き方は基本牽引車、まあこういうトレーラーと一緒ですよね。要はハンドルを逆に切らないと、こう曲がるときに、右にバックするときは左へ切らなきゃダメ、左にバックするときは右にハンドルを切ってきっかけ作んなきゃダメみたいなんで、操作的には牽引車と同じらしいです。で、牽引免許の中には牽引2種という免許証がありまして、まあ、これかなり難しいんですけど、まあそういう免許証があって、まあ、牽引2種持ってる人は問題ないんでしょうけど、通常大型免許と、大型免許持ってれば運転できるということなので、バス会社の基準、あのバスを使っているバス会社の基準で大型2種免許と牽引免許を持ってる人に乗務をさせるという内部規定にはなってるらしいんですが、牽引2種免許は、もちろん持ってればいいわけですけど、牽引2種免許を取らなくても乗れるということなんですね。まあ、2種免許必要ないんで、大型2種免許乗れるということですね。大型2種免許ですね、間違いないですね、大型2種免許。で、乗れるんですけど、実際運転の方法は牽引と一緒と、そういうことになります。で、牽引2種って免許証があって、これ、昔の会社の先輩で、2人持ってたんですけどね、かなり難易度の高い免許証なんですよ。確か2種免許で点数が、実地は確か80点だったかな、ちょっとごめんなさい、きちっと覚えてないんですけど、くらいの点数だったのに対して、牽引2種は90点以上点数取れないと、ダメなんですよね。かなりこれ難しいんですよね。なので、まあ、実際の話、牽引2種ってあるのと、そのバスにね、あるのっていうと、もう日本に数えるぐらいしかないんですよ。完全に、こういうトレーラーヘッドと、ね、客室と分かれてるような感じのものしかないので、全国数がないんですよね。で、それが牽引2種が必要だということなんですけど、この連結バスに関しては牽引2種は必要ないんですよ。
コンテナよいしょらしいんでね、ちょっとびっくりなんですけどね。はあ、いらないんだ。自分もいやこれ牽引2種だと相当免許厳しいよねと思ってたんですけど、そうじゃないんですね。それはびっくりでした。まあね、そんな感じね、牽引免許と2種免許、大型2種免許で、まあ、運転できる。厳密に言えば大型2種免許だけでも運転できる。あの改装だけであれば、お客さん乗せていないんであれば大型免許で運転できるってことですね。要するにね、あのちなみにバスも改装の場合は大型免許で運転できますので、それ免許っていろいろそういうところあるんですけど、2種免許というのは結局人を乗せる。だから変な話、タクシーの改装状態は普通免許持ってる方だったら改装って札かけておけば、運転できるんですよ。まあこれもちょっと知らなかったと思うんですけどね、そういうようなね、ちょっとね不思議なところがあるんですけどね。牽引免許だけ、あの牽引免許じゃない、あの大型2種免許で営業運転はできると。でまあ改装に関しては大型免許で改装できるということなんですよね。びっくりでしょ、意外でしょ自分も実は本当にびっくりしたんですね。あ、2種免許いらないんだと思って。あ、ごめんなさい、2種免許じゃないね、牽引2種免許だね。だから相当ハードルが高いと思ってたけど、そうでもなかったということなんですね。ただまあ運転の仕方はね、先ほども言いましたけど、トレーラーと一緒、トレーラー、そうですね、牽引車と一緒なんで、そこら辺がね、やっぱり牽引免許を持って有資格者でないと、まあ、乗務はさせないよという車内規定はあるみたいですね。ちょっといっぺんね、機会があれば自分ももう乗ってどんな感じなのかちょっと見てみたいですけどね。神奈川県とか東京都とあれだと町田市あたりで走ってる、茅ヶ崎あたり、湘南あたりでちょっと走ってるのかな、神奈川中央交通、神奈中バスで走らせてみたいですけどね。あとは関東でいうと幕張近辺ですかね、そんな感じですかね。あとは九州、福岡、あとどこにあるんだろう、あのちょっとね、後で調べてというかテロップでちょっとどこにあるかちょっと上げてみますけど、まあ都内に何か所か、都内じゃないな、国内に何か所かっていうのがあるわけですけどね。まあそんな感じでね、研修じゃないな、研修というのかな、まあ連結しているけど牽引の技術は必要だけど牽引免許はいらない。あとあれですね、ちょっとごめんなさい、重量もこれ書いてみますけど、750キロ以下の後ろの牽引物であれば免許証を出し、牽引免許出して引っ張れるっていうのもありますけどね。まあでも牽引の技術ってね、簡単にじゃあ普通免許、まあ大型免許の人もそうですけど、はいじゃあ乗ってくださいって言っても、はいって乗れるもんじゃないですからね、正直言うとね。そこら辺はちょっとなんですけどね。はい、じゃあそんな感じでね、ちょっと不思議な車、連結バスについてちょっとね解説してみました。乗る機会がね、ある方ちょっとね、乗ってみると面白いと思いますね。まあそんな感じでね、牽引の基準に関してはね、いろいろ、ね、重量、重さ、長さによってね、いろいろね、こう、免許証が何も引けるっていうのがありますので、まあ、ダメですよ、こういう本当の、いわゆる大型トレーラーとか、そういうのはもちろん、牽引免許ないと運転できませんのでね、といってもね、練習で、まあ、校内で、一般道でないところであればね、練習してもらったりとかしますけどね、倉庫の校内だとか、あとは港の校内とかね、そういうところであれば練習をしてもらうこともありますけど、基本的には免許なんですよね。ちなみにこの状態になっていると大型免許も必要なので、大型免許と軽免許がないと運転できませんヘッドがね、前にちょっとヘッドの話をしたんですけど、ヘッドの重量っていうのがありますからね、カプラーを隠せば普通免許で運転できるんですけど、カプラーがある状態では牽引をする意識があるということで、重量が牽引の第5ね、荷重、そこの重さが大型分あるとダメだと思いますね。はい、じゃあそんなわけで今日は牽引バスちょっとお話してみました。この動画
がいいと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。またね、こんな感じでね、いろいろこう、こういうのどうなってるの、この車どうなってるのっていうのがあれば、またあの質問、コメント欄いただければね、お話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあここまでご視聴ありがとうございました。この後皆さん安全運転で運転してください。安全に。